ってる。あ、始まりました。始まりました。なんだっけ、はい、G 面なんだよね。ごつ面75に変わって全然名前覚えれないんですけども。はい。プロレスリング歌劇アステカでございます。プロレスリング歌劇のリングアナウンサーの晴海です。終わり？落ちでしょ、落ちでしょ。今日なんだっけ、なんか歌うっつってたんだよな。歌いませんよ。歌いませんよ。覚えたさっきの。いや、散々こう、うん、番組の始まる前から、うん、歌う。あ、ていうかあんたドラムするじゃなかったの。いや、だって歌ったらさ、多分放送禁止用語がいっぱい入ってるからさ。あ、そう。そう。多分落とされるよ。あ、だってさっきし下ネタじゃないって言ってたじゃん。そう。そうそうそう。さ、なんだっけ、お稲荷がどうとか、ソーセージがどうとか。ミートボールがどうとかって、それ下ネタじゃねえんだろ。下ネタ。いや、食い物の話だよ。食い物の話を、それをはるみちゃんに歌わせようと思ったんだろ。そう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 。そうです。どうやってドラムするじゃんかなと。いやいや、歌いたくないって言い張るんだよ。なんで？え？今日だいたい来ないと思ってたんだよ。そうなんだ。いや、来ますよ、来ますよ。絶対忘れてると思ったんだよ。そうそうそう。でさ、忘れないすよ。二人で5000円ずつかけとったんやろ。じゃあ、まあ、あんまり意味のないかけやけど、どっちも来ねえにかけちゃってるから。そうそうそう。だから私に。1万円払ってたんだよ、私に。逆ですよ、私に1万円くれる。なんでだよ。なんで？いや、絶対今日来ないと思ってたんだよ。そう、うで、メールしてて、うん、仕事終わりました、うん、早く帰れます的なメール、はい、あ、うん、はい、よかったね、今日早く終わってっつって番組の言わなかったじゃん、書くなって言ったんよ。そう、言わなかったでしょ。終わってみたいな感じで、そう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 、すごいダッシュで帰ってきたんですよ。へえ、いや、へえじゃなくて、覚えてたんだ。この番組があるからですよ、覚えてますよ、バッチリ。もう絶対第二金曜日は、はい、ユーストリームって絶対書いてますもん。まあ、あれかも絶対も忘れない。あの忘れたっていうのは相当一回来なかったからさ、ね、相当面白かったからさ。ガチで忘れてましたもんね。そう。で、この子の場合は忘れたのと、今度デビューなんだよね。そうです。来週ですね。月曜日が、はい、曜日、いよいよ、はい、いよいよサザンピアで。まあ後ほどまた告知しますが。今日来ちゃったから。はい。月曜日いじるネタがねえんだよ。そう、多分ね、今日忘れてた月曜日も多分忘れちゃうんですよ。月曜日忘れたら相当面白かった。相当面白いよな。いや、面白くないですよ。今日前振っといてさ、ここね、今日はあれ、はるみ来なくなってたねなんつって、うん、あれどうしたんだあいつって終わりだよな。そう、なんで終わりなんですか。ちょっと焦りましょうよ。焦りません。あの子が来ないとみたいのないんすか。そういうの、あの子が来ないとみたいのないんすか。なんかふんわりいなくなったねみたいな。そういうことだよなみたいな感じで。ちょっとさあさあさあ、今日最初に、告知ものがありまして、はい、あなたどこ出身だったかね。八女高校というところです。え、八女出身なんですか、はい、このお父さんね、お父さん意外とね、意外と進学校出てんだよ。へえ、尊敬した。え、俺最初、うん、もう一個って言ったら分かっちゃうんだけど、八女、うん、の悪い方の高校だと思ってたの。ああ、2個あるんですか。そう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 、頭がいい方とちょっと悪い方。そう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 。で、この人の数々の武勇伝を聞いてる限り、そうですよね、武勇伝なんか今日も前回この番組でも言いましたけど、武勇伝を聞いてる限り、はい、ずっとそっちだと思ってたんですけど、うん、私も散々こないで武勇伝聞かれました。聞かされただろ。聞かされました。もっと俺知ってるけどね、悪いことはさ。放送できないんだ。できない。残念ながら、うん。残念ながらですね。で、その、まあ、八女高校出身ということもあって、はいはい、ちょっとね、いろいろ、そうそうそう、これでございます。はい、ですね、7月にですね、はいはい、ちょっと持っといてくれ、大水害があったんで、はい、やっぱりですね、自分が、高校の時かな、うん、ちょっと通ってた通学路とか、そうですよね、ちょっと知り合いの方のお家とかがやっぱ流されとるわけよ。テレビで見よったら、マイク持つの遅いよ。あんたリアクションしなくていいから持ってきなさい。はい、でちょっとね、はいはい、まあ、ちょっと故郷のためになんかしようかなと。そう、最初なんかいろいろ歌劇でね、いろんな大会を、そう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 、地方大会をやっていこうっていう企画を立ててる時に、あれそういえばさっていうことになったんだよね。で、そうそうそう、そしたら小川さんがすぐに立ち上がってこれをやろうって言い出して、早かったねこれ。そうね、早かったね、これを企画あんたがやろうって言い出してから、はい、八女の市役所の方たちに、うん、まあ、今日イオンの筑紫野でやった試合を流すわけですが、はい、その時に来ていただいてね、うん、でもう、お話し合いさせていただいて、はい、でもう全部書いておりますとおり、日時が11月17日の土曜日、18時会場で18時半試合開始と、うん、場所は八女市黒木体育センター、
はい、あの黒木ひとみさんが出たとこね。そう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 。え、本当ですか。だからそこから黒木ひとみ、俺の高校の先輩なんだよ。高校の人ね、ちっちゃい頃黒木ひとみに遊んでもらってるぐらいの、めちゃめちゃ近所なんだよ。近所の人なの。あ、そうなんですか。そうで、いとこの家がすぐ近くで、最初ね、最初はこの企画バーってやり始めた時に、うん、はいはい、ね、やっぱりやめのためにね、うん、自分の地元黒木のためにっつって、うん、やるっつって、うん、すんごい勢いでやりた、うん、もうほんと2日3日で全部これを決めちゃったぐらいの。まあ早かったな。そうで、突然やっぱさっていうさ、うん、何何何って言ったら、はい、やっぱさ、やっぱ恥ずかしくないとか言って、何が何ですか、地元やんって。今さ、今度まだほら9月の17日に、はいはい、やるでしょ、はい、サザンピアは。サザンピアの。サザンピアはやっぱプロレスラーとして出て、はい、まあ、チケット買ってくださる方もプロレスラー小川聡を見に来るわけじゃない。そうですね、でもちろんその中には同級生の方だったり、はい、幼馴染だったりって見に来るんだけど、その周りが全部お客さんの中にポツポツ小川さんの知り合いの方がいるって。なんだけど、ここ、うん、もう裏を返せば全部小川さんの悪事から、いや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 、おしっこ漏らしてた頃から漏らしてね、全部知ってるわけだから、急に恥ずかしくねとか急に言い出しちゃって、いやいや、お勉強のできた頃もうちょっとあったから、お勉強できた頃ね。でもちろんそのやめの、ね、進学校に進んでた頃の皆さんもいらっしゃるけど、どういう目で見るんだろうな、小川さんはと思って、ね。ね、最近ね、うん、まあ、俺はやめ高校36回生中やつなんだけど、はいはいはい、来年大同窓会があるんだわ。へー、それでやっぱみんなでこう集まって、ね、うん、はい、委員会とかやるんよ。はいはいはい、こう急にこう交流が深まるんだわ。そうだよね。で、まあ、ちょっといい感じになってて、なるほどね、まあ、ちょっとその36回生同期の連中に見に来てねみたいなね、うん、なるほどね、うん、ああ、じゃあぜひ。でこの日はもちろん入場無料、うん、入場無料で選手も、ノーギャランティーで、うん、とにかくボランティアでこの日は開催して、うん、今ね、うん、この水害で困ってらっしゃる方、はい、まだ避難所生活してらっしゃる方も、やっぱ生活の基盤が、うんうん、まだ安定してないと思うので、うん、心がね、もやもやしてる方が多いと思うんで、うん、ぜひね、気持ちをこう、はい、で入場無料にしてますので、はい、よかったら募金という形でご協力をしていただければなと思いますので、募金お願いしますって書いてるんですね。で今回サザンピアの大会もそうですけど、はい、募金箱を設置しますので、ぜひ少しでもいいので皆さんご協力いただいて、はい、でこの後10月にまだ決定はしてないんですが、何箇所かもしかしたら歌劇の大会のチャリティー大会を打てるかもしれないので、はい、その時はまた追ってお知らせをしたいと思います。でね、嬉しかったのがさ、はい、これだよこれ。そうで協力団体、最初歌劇だけでやろうと、はい、小川アステカキング新住、はい、だけでやろうという話だったのが、はい、これを振っていったところ、はい、まあもちろん FTO からも、もう2つ返事で、はい、もらって、うん、もう全然いいじゃんやりましょうと、うん、でもちろんタフスアズルドラゴンも、はい、全然もうそういうことはどんどんやっていきましょうと、はい、で雪村選手もそういう形で、うん、工藤君、それから、うん、うちから独立したね、北九プロレス Z、旗揚げしたばっかりの風と、はい、谷口がもうやりましょうやりましょうと言ってくれて、まあこちらから声をかけたっていうわけではなく、もう自発的にもう言っていただいて、そういうことならみたいな、ならということで、なんかそういう動きがあるんでしょっていうことで、あ、向こうから、そう、協力してくださるということでやりましたので、ぜひ九州内のね、5団体ね、豪華ですよね、はい、もう皆さんで集結みたいな感じ、集結やりますので、大集結ですね、はい、11月の17日の土曜日の、夕方6時半から八女市黒木体育センターで試合やりますので、はい、ぜひこれまた追って、はい、Facebook とかね、うん、公式ブログの方でも、情報が決まり次第ご連絡していきたいと、お知らせしていきたいと思いますので、はい、はい、でそういうわけで、ぜひ入場無料なんでですね、ぜひ、はい、遊びに来ていただきたいと思います、はい、で募金をよろしくお願いします。もしかしたらこの日は、はい、はるみちゃんもリングアナウンサーで参加するかもしれない、まだちょっとスケジュールが出てないので分かりませんが、はい、してもらえれば嬉しいなという感じです、はいはい、じゃあそろそろ、じゃあ今日のお品書きに行きますか。の前に今日のゲストを、今日のゲスト、まあ、早く画面に登場させてほしいと思いますので、じゃあはるみちゃんと入れ替わりで、はい、はいはい、じゃあはるみちゃんまた後ほどということで、後ほど、はい、またいじるからな、はい、またいじるねさあ、今日のゲストです。思いっきりカメラの前行っちゃったよサービス
さあ、今日のゲストです。どうぞ、おいで。今日のゲストはキュンキュンからどうぞ自己紹介を。はい、皆さんこんばんは。福岡を拠点として活動する、はい、アイドルグループユニットの、キュンキュンの塚田美咲です。よろしくお願いします。なんかめっちゃカミカミになってしまいました。すいません。一人で出るってゲストかゲスト出るとかってあった今まで？いや、なかったです。初めて一人なので。緊張する？初めての一人なので、はい、緊張します。はい、怖くないからね。さっき俺はずっとあれなんだよ ね車の中で喋ってたからね。はい、結構おしゃべりをしたので。一緒にご飯食べたんだもん。はい、大体さ、あんたね、若い娘さんとさ、何娘さん話すのさ、なんでそんな障壁がないわけ？ないね。やっぱね、俺はね、やっぱさ、娘に近いじゃん、うん、自分の。だからね、どうしてもあの親目線で見ちゃうから、話しかけ来ない。娘さんいくつでしたっけ？12歳。12歳。そう、中学生。今日、本当はね、本当は、はい、今日もう一人来てんの。そうなんですよ、本当はもう一人ね。そう、ここにいるんですけどね。カメラの向こうにいるんだよね。これこの番組を見てる人残念だと思うんですけども、はい、彼女が中学生ということで、そう、出演ができないんですよ。そうなんです、ね、キュンキュンのムチムチ担当だもんね。ムチムチ担当。相当ムチムチ担当って。いや、否定しとる、否定しとる。ムチムチ担当の、こっから見てる分には全然細いんだけどね。そうですよね、全然、うん、そんな感じには見えないですけどね。別に喋っちゃダメってことないから、喋っていいんだよ全然。なんかさ、お父さんがさ、うん、俺と同い年。そうらしいよ。俺ね、あれだよ、少女時代レインボー、うん、キュンキュンが大好きなの、うん、はい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 、で、まあ、キュンキュンのファンの人たくさんいるじゃん、うん、この間大橋も来てくれたんだよね。はい、大橋のイベントに、はい、来ました。大橋の時あんま喋ってないんだけど、うん、こうやってだって来る前にさ、うん、飯食ったりさ、うん、いろんな話聞くわけじゃんさ、これ幸せだよね。自慢かな。自慢かな、これは。これ多分今頃ピッコロさんなんかもう時短で踏んでくれたわ。ピッコロさんにも会いましたよ、大橋のイベントで。ああそう、はい、来てたもんね、うん、あ来てたもんねって、あの人はスタッフで来てたんだけどね、まあね、うん、今頃いいってなってる。そういうところでさ、ライバル心出さんでいいか。いや、なんか最近さ、最近アズールドラゴンがさ、よく、うん、言うのよ。なんて？なんか お互いキュンキュン同盟ですよねみたいな。おー、キュンキュン同盟。キュンキュン同盟ですよねって言うからさ、うん、いやいやそうだけどっつって、いやいや俺はまだまだピッコロさん、いやピッコロさんも、いやいやいや、もうアステカさんについていきますよって。キュンキュン同盟なんだけど、最近俺が聞いたのはさ、はい、アズールドラゴンでカッスンのファンらしいんだよね。そうなんですか。カッスンって分かんないんだよね。分かる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 。大野かすみちゃんのファンって、うん、でもなんかイントネーション違いますね。私たちはカッスンって言う、カッスンっていうのが本当なんだ。俺カッスンって言ってるもんね。カッスンって呼んでますよね。しゃーない、おっさんなんだからさ。こいつも今日ずっと気になってたんですよ。なんか車の中でもカッスン、うん、カッスンって言うから。そう、カッスンって言ったの。カッスン突っ込みたいけど怖くて突っ込めない。いや全然突っ込んでもらっていいんだけど、ポンちゃんと同い年なんだって。そうなんです、はい。あ、そうか、じゃあ19。はい、19、昨日19歳になりました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。なんかファンの方からプレゼントはあった？あ、はい、たくさんいただきました。ありがとうございます。いいね、はい、いいね、いいね、本当に。もう最近紙テープすら飛ばないもんね。俺さ、紙テープ、そう、うん、試合の時にコールされるじゃん、ピューって。だ、紙テープがバーってもう、うんうん、さっき車の中で言ったけど、20代の時はダーって飛んでたんだけど、うん、まあいつを境に一本も飛ばなくなるというね。まあ、悲しいです ね、 ね、悲しいよ、格好、ね、だけつけて何にも飛んでこないんだよね。コールされてさ、で悔しがるキングチのもるけどな。あれ面白かったね。あれが先週だとかなんだか放送したけど、あれは面白かったよ、ね、でもさ、キングさ、話変わるけど、うん、T シャツ作ってんだよな。あれすごい格好良かったんだよな。結構かっこいいんだよ今度のデザイン、うん、なんかね、本人かけるの100倍ぐらいの格好良さがある。なんか筋肉マンの絵みたいなやつでしょ、うん、あれかっこよく、あ、北斗の拳みたいなやつだったんだよね。ちょっと北斗の拳っぽいや。北斗の拳。北斗の拳。少しだけ。あのケンシロウにレイにラオウに。全然わかんない。全然わかんない。わかんない。俺の世代でもわかんないもんね。わかんない、名前とかわかんないですけど、なんか。タイムラインが来ております。お、ミーチュン。ミーチュン。見えない。ミーチュンっていうのは、はい、美咲ちゃんのミーチュン。はい、あだ名です私の。なんだっけ、藤島なんだっけ。水木です。水木はなんだっけ。
ちゃんみ、そう、そう、分かんなくなるな。そうなんですよ。だってメンバーでも間違うんだろ。そうね。ていうかもう今日出ないから完全にもうお菓子とか食ってリラックスして。アイス食べてましたからね、そこで。最悪、最悪、最悪。中学生は出演できません。できません。そう、できません。今日西田さんが始まる時間を勘違いしておりました。ね、うん。8時からと思っておりました。ね、思ってね。9時だったっていう、ね。で、だいたい俺がこの辺から会話に加われねえんだよな。なんでなんでなんで。いや、だってキャピキャピしてるじゃん。あ、俺車の今日エレガント号で来たんだよね。うん、はい、エレガント号。なんでああやってさ、若い娘さんたちとさ、うん、そうやってこう何の分け隔てなく話せるの。いや、俺分け隔てはないけど普通じゃん。なんか俺が気になったこととか、うん、どうなってんのかなと思うことを聞いてるだけで。うん、俺はほら思春期の娘がいるから、うん、やっぱこれ聞いちゃいかんかなとかやっぱ思うわけよ。まあダメな時は答えないじゃない。まあね。でもなんかせっかくだからと思って聞いてんだけど、なるほどなるほど。あの多分ファンの皆さんだったら多分分かると思うんですけど、今日俺エレガント号で来たんですよ。うん、そうですね。はいはいはい、エレガント号。あんた普通に助手席乗っとうけど、そうですね、乗ってましたね。エレガント号って言ったらそれは普通のファンの人乗れないからね。そうだよ、乗れないですね、それは。もちろん俺キュンキュン号って乗ったことあるっけ、西田さん。俺キュンキュン号って乗ったことあったっけ。うん、キュンキュン号ないのか。私も初めて聞きました。じゃあエレガント号っていうのがキュンキュン号だと勝手に勘違いしてたから。なるほど。単純にあの西田の個人的な車のことをキュンキュン号って言ってんじゃないのか。かもしれないね。キュンキュン号勝手に決めつけて。キュンキュン号とか今日初めて聞きました。そうか。じゃあもうすぐ車検というね、西田号に。あれもうあれないんだよね。置いてあるんだよ。じゃあもう廃車じゃん。ね、いや、うん、あれ欲しかったんだ。あれを多分キュンキュン号と勘違いしてんだよ。俺なんかポンちゃんに聞いたのか、まあこれポンちゃんのせいになっちゃうからあれだね。ポンちゃんに聞いたのなんだか忘れたけど、なんかあったんだよね。やっぱちゃんみか、残念と。残念。いや、人気あるんだね。そう、うん。まあお父さんと同い年です。まあ関係ねえな。さあ、今日本日試合のお品書きでございます。はいはい、お品書きでございます。はいはい。こちらですね。じゃじゃん。お品書き。じゃじゃーん。ですね、先月、何日 ?11 日あ、そう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 。11日、あの、イオンモール畜生のさんでですね。そうです。またお客さんがいっぱい入ったんですわ。ありがたいことにですね。1000人ぐらいいたね。はい。すごい、うん。で、その時の午後の部。はい。で、小川聡、久保望組対。久保ちゃんが久しぶりの参加だったんですよね。うん、コスモソルジャー、新泉浩二というですね。はい。お前らなと言いたくなるぐらいガンガン来る連中ですな。そうです。それから、アステカキング組対半蔵正規という、はいはい、あのレッスルゲート対歌劇の、ブサイク軍団対イケメン軍団みたいなね。本当よね、マスクしてるのにブサイク軍団ってひどいね。マスクしてるのにですか。向こうはかっこいい組の、あの正規選手っていうのが結構2枚目なんだわ。ちょっとかっこいいね、うん、今風のね、うん、いや正規君はよくできてる人間がね、うん、人間としてもレスラーとしてもよくできてる、うん、あれは本当に素晴らしい、うん、お互い見習おうか。本当だよね。あの時大橋の時は彼女来てたのよ。はいはいはい、来てたけど見てないのよ。そうですね、見てないです、見てないんだよね、うん、見てないですね。ああ、そうかそうかそうか、はい、そう、あそこであのー、あそこの中学生も見てない、見てないね。本当見たかったんだよね。17日は見に来んの、うん、見に来るんじゃなくて仕事で来るのよ。はい、あのゲストとして。はい、本当ユニシャンも入ってんだよね。いただきます。そう、ここ二人は前回のサザンピアは見た、は見てないですね。見てない、はい、なんで覚えとらんたんだ。え、覚えとらんじゃん、試合に集中してたんだ。いやいやいや、あんた、あんたあれだったじゃん。はい、はい、ユキチが、うん、泣きわめいてたのを、うん、横ではぁーって聞いてた。さ、変態の親父じゃん。俺相当心配したんだもん。俺は妄想親父か、俺は。あの、私、あの DVD で見た、はい、見たんですよ、その泣いている姿を、うん、だから今度私が行くじゃないですか、うん、大丈夫かなと思って。いや、大丈夫でしょ。怖い。いや、泣くな、こら。泣きますかね。いや、大丈夫だろう。ちょっと怖い。諭吉がすごかったんだもんね。うん、泣いてましたよね。俺、死んじゃうと思ったもん。でもさ、1個目の対戦カード、結構バチバチ系だぞ。うん、でも大丈夫。大丈夫。もう、その、素晴らしい試合だと。うん、でもあれだったぜ、まこちゃんはさ、はい、まこちゃん、まこさんはめっちゃ笑ってましたよね。笑ってたよね。まこちゃんだって試合出たいぐらいの勢いだったもん、最後。マジですか。あの格闘技やってた子。そうそうそう、空手やってたの。空手やってたからか。ちっこい子。なんか言うとアロマをおすすめされる。ああ、なるほどね。すす、私も言われます。そう、おすすめされるよね。されます、されます。出たいって言ってたんで。で、まあ、そういうわけで、じゃあ一発目。これ、どうでしょう。
一本一本見れます試合連続で行った方が止めることは可能です。じゃあ止めていただいて1本ずつ1本ずつ行きましょうか。お願いしていいですか。見れるんですね今から。17日三重県から行きますというのが、すごい。もうぜひ見に来ていただきたいと。あの台風が来てますのでぜひね、あそうか、気をつけて来ていただいて。じゃあ1本目行きましょうか。小川久保組対コスモ新住組。新住組見ていただきましょう。どうぞ。はい、どうぞ。結構がっつりいった。これはですね、そうです、プロレス教室の後だね。次試合が、はい、はい、ちょっと飛ばしてください。バナナって感じがすごいとこですか。まずダダ漏れ状態になるところでございましたね。です。さあ、小川さんのテーマソングが鳴ってまいりました。この時やっぱり昼午後はやっぱ多いですよね、人が1000人ぐらい、うん、でこれイオン行ったことあると思うので分かると思うけど、2階3階に人がこうやって見てるんだね。落ちるかなと思っていつも怖いんだよね。久しぶり登場の久保君です。あ、ちなみにお父さんこの赤いパンツの、はい、テリーマン、テリーマン、いやランディ・サベージのマネなんです。これ普通にイオンのその何だっけ、ウエストコート、うん、館内のイベントスペースがあるんだよね。そこにリングを置いてる。これはね、見に来たお客さんがみんな立ち止まって、見に来たっていうかお買い物に来たお客さんがみんな立ち止まっちゃう方向で、今か今か何時からですか何時からですか、どうぞ聞かれるんだよね。買い物空間に困難があったらみんな見るよな。赤コーナーに新住浩司コスモソリザー組の入場です。なんで銀河鉄道3なんだ、なんだっけ、木星を流す時もあるんだけど、なんか本人が落ち込んでる時にあれとほら感情の起伏激しいから、激しいよね、だから落ち込んでる時の方にこっち使うんじゃないかな。あ、じゃあこの時落ち込んでたの。そうそう、あの何か知んないけどもうあいつもう距離は俺がもうすぐ20年なんで18年かな、長いよな、17年かな、あの青いマスクの、水色のマスクの人が、この年になって、俺の一個下なんだけど、この年になって試合前緊張するようになったんですよ。どうしようってずっと言ってるからね。165cm、90kg、あと全然緊張しない。緊張するよ本当に。これ昔あの新日本プロレス出た時に 170cm、88kg、 押し潰されそうな緊張、なんか不思議な感覚だった。赤コーナー 168cm、85kg、 ニューズリーコーチー。不思議な現象があって、はいはい、この4人の中で、はい、あんたが一番スケーターなんだよね。そうね。みんなちっちゃいんだもんね。コスモはですね、今チャンピオンベルトをポイッと放り投げました、ね、はい、博多ライトヘビー級のチャンピオンと。いくら、ね、作るのにかかったと思ってんだ、このチャンピオンみたいなね。あまり考え、すごいです。小川さんが一番背が高いって不思議な現象だよね。何センチですか。170。すごいよね、プロレスラーで170って言ったらもうチビもチビだからね、俺が入る頃、今俺らよりちっちゃいのがいるっていうのがね。でもこの2人はね、がっつりいくんだ。今度はサザンピアはこの2人の1対1の対決なんで。お、早いね。早い早い早い、すごい。素晴らしいですね。俺には思いつかない動き、早かったですね。早かったね。若さでしょうか。そんなに若くないんだけどね。お、早い、もう立つ、それも早い早い。おっさん2人、おじさん。でもコスモも全然見えないよね。まあね、じゃあ俺は見えるってことかよ。見える。あ、そう、見えるね。戦い親父の星って感じだね。これなんですかね、画面が横広いじゃないですか。はい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 、観測がもっと観測に出る。
おお、吹っ飛ばされたね。この水色のカシノソルジャーっていう選手がもう本当によく動くの。あのみんな間を取ったり、なんていうかな、戦術を立てながらやってんだけど、どんどんこういう動きで止まらないから、結局小川さんも付き合わざるを得ないんで、これでね、ビンタしたらコスモの鼓膜が破れたんだよ。顎か、顎が外れそうだって言ってたんだよ。俺一回顎外れたもんね。うちってどちらかというと昔っぽい試合を心がけてるんですよ。そうね。そう、戦いってね。やっぱプロレスもその歌謡曲とかと一緒で流行りの試合のスタイルとかがあって、ね、流行りの動きっていうのがあるんだけど、どちらかといえば俺が小学校とか中学校の時に見てたプロレスを、やっていきたいなという、こういうガンガン行くよ、こういうバチバチ系ね。痛そう。いや、火花出るよ目から。もう本当に特にさ、新泉のエルボーってめっちゃ痛いよね。それがね、もう団体の個性っていう、そうスタイルになってるから。いや、久保ちゃんは今戦ってる久保君は一回うちを辞めたんで、フリーになったんだけど、ちょっと修行積んでまたうちにもこうやって出てもらえることになったんだけど、またね、ちょっと他の空気を吸うと、そうね、意外と幅が広がってくる、ね、そうそこをやっぱりね、コスモはベテランだしね、ああやってこうやってタッグマッチの場合は早めにタッチをしていった方がスタミナも持つしね。相手は判定違うもん。ニーズの大振りのストンピングっていつも見たらもったいないなって。そうそう、当たってすんげえ痛いのに、うん、緩くしか見えないんだよ。お客さんに伝わんないんだよ。そうやっぱり本当はね、あれめっちゃ痛いんだよ。かかとのあたりでガンとか来上がるしさ。プロレスの難しいところは他の格闘競技と違って痛みを表現として伝えないといけないっていうスポーツなので、まあね、アイドルやってたら分かると思うけど、はい、お客さんありきでしょ、はい、お客さんを喜ばせてなんぼっていうところがあるんで、そうなんです。単に勝てばいいっていうだけの話じゃない。そうなんだ、知らなかったですね。そこが難しいとこかな。お客さんからお金もらってる、いただいてるわけですよ。だから単に勝てばいいのかっていう感じなんでね。地味に痛いんだよ。正座して飛んでくるやつね。顎に当たってんだよ。もうこの二人動き早いな。あれは本当反則なんだよね。あ、そうなんだ、ダメですね。ロープを使ってやるのね。あのロープって痛いですよ。そう、いい質問。さっきテレビであったんですよ。だいたいね、これぐらいの太さのワイヤーにゴムが巻いてあるだけ。巻いてあるだけ。ロープっていうかみんな綱と思うんだよな。そう綱じゃなくてワイヤーなんだよ。あれこれなんか久保ちゃん捕まってるね。うん、だから正確にはロープというよりワイヤーって言ったらワイヤーだね、うん、早っ。あ、今のダイナマイトキッドバリでした、ね、早かったね。投げ技もゆっくり投げて高くね、高く投げるやつと素早く投げてちょっと受け身取りづらくするやつとかがある。これ見入っちゃうね、この人はね、うん、おお投げっぱな、すごいね、久保ちゃん。今コスモ一回見ちゃったもんね、うん、おっとり刀で出てくるね。おっとり刀で出ましたよ。出ます。小川さん逆に言えばほらずっとコーナーで控えて小川ちゃんがやられてた分スタミナが十分なんで、でもコスモは返してくるよね。しかも
来たんだあいつのあの胴体が。曲げるね、さっきのはボディアタックをキャッチしようとして崩れた感じだって、でコスモが先に攻めようとしたのを小川さんが止めたんだよね。ちょっと首がグキグキいってるところですね。曲げる、これきついね、きついね、これこれきついんだよな。今日綺麗に入ったんや、今度ね、ジャーマンだし